ジャンプってもうそれこそ漫画家目指す人だったら誰もが掲載したい中じゃないですか、はい、プレッシャー半端ないですよね。いやそうなんですよ、うん、それ最初結構舐めてて、舐めてたというか、想像力が及んでなくて、最初の連載の時に1回乗った時のプレッシャーが意外とすごくて、確かジャンプって100何万部とか出てるらしいんですけど、詳しくはちょっと分かんないんですけど、それってヨーロッパのビッグクラブの視聴者数とか多分それぐらいじゃないですか。はいはい、だ自分がいきなりビッグクラブの試合にわーって出てったら、えこんなに観客いるのってなってそれでなんかファーストタッチミスっちゃったらもうそっから一気にそれ気にしちゃってみたいな状態でした。ある意味ビッグクラブで例えたら、ね、ジャンプって本当にもうレアルマドリーで、はい、育成としてはやっぱジャンプはバルセロナかもしれないですね。カンテラがあってこう、カンテラあるんですか。カンテラはあります。でカンテラで結果出した人がトップに行ってっていう、そのまんまそのシステムでトップの読み切りという、うんうんうん、ちょっと試合出してもらって結果出したらじゃあメンバー入れてやるよみたいな。そうですよね。そういう流れは感じますよね。いやでも別れ話なんて確立してるしな、立ち位置をな。いやまだバルセロナやったらケシエとかそれぐらい。いやいやでも今あれじゃないですか、分かんないですけど、ご本人聞くのはあれかもしれないけど、勢いを確実に感じてると思うんですよ。反響も含めて、はい、すごいな。なんかやっぱ充実感がありますか。そうですね、うん、それと僕自身がそのジャンプに入ったのはあのワンピースが大好きだったんで。みんな好きですもんね、はい、だからもうメッシュとプレーしたいみたいな気持ちで。あそういうことか。ワンピースはもう年間50点取るからもう点取っても騒がれない確かにもうそうだよな。みんなまあワンピースだしみたいな。楽しいとプレッシャーが参加選手もそうだし、はい、本当に多くなったりとか趣味じゃなくなるみたいな、そういう感覚があってたりするんですか。逆に、まあ、サッカーは分かんないんですけど、そのプロではなかったんで、漫画はイメージ的にプレッシャーを楽しいが勝った時にうまくいくのかなって感じがします。今までアシスタントとか言ってても楽しんで描いてる人がやっぱいい作家になってるなって思ったんで、そこがやっぱなんかこう遊び心とかになっていい漫画を描けるのかなとは思ってます。